どうもー、藤田です。よろしくお願いします。はい、ということでやってまいりました。ついに来ました、ファーストテイクの時間が来ました。今回やるゲームはこちらです。ドスンとアイスクライマー。まあお気に入ったというか、まあ元々の経験値は高いんだね、これね。まあどこからやってもいいんだけど、全32面ね、アイスクライマー、うん、まあ時間が長すぎてもだれたりするじゃないですか、うん。32面あるんで、まあ半分からいったらいいんじゃない。だって1から16面なんてもう100億パー成功するじゃないですか。絶対ミスしないですもんね、藤田さん。だから17から32でいいんじゃない。はいはい、なるほどね。だって後半の方がむずいんだから、やっぱり、うんうんうん、ってことでいいですか、じゃあ、うん。それではアイスクライマーノーミスで、17面より32面までいきたいと思います。スタートです。これはでもやばいと思うよ、切るって。あ、両サイドに数字書いてあんだ。何回かってやつね、うん。何面目やばかったっけ、そもそもって話なんだけど、32面ってそんなでもなかったような気がするんだよね。あ、そうなんですか。最後なのにそんなに難しくないですか。そう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 、まあ感じ方は人によって違うと思うけど、うん、まあまあ、そうそうですね。得意不得意もあるそうそう。でも一番むずいって言われてる面があったと思うんだよね。それが何面だったのかっていうのがちょっと記憶にないというか。あぶね。まあここはまあ流れるようにいきますわね、やっぱね。アーケードと違うのファミコンって言ってもらったり、ディスクでも出てるんで、それはアーケードに近いんで。持っていけば行くこともある。まあここは本当にボーナスエージャンで落ちてもいいんだけど、とりあえずやってるってことですかね。なるほどね。すぐ下に落ちれば次の面に早く行けると。あ、行けるけど ね、うん、ね。でもやっぱそのボーナスエージャンの技術も見てもらいたいみたいな、うん、ね。これでもね、後半ってこんな鳥とかつららやばかったっけと思ってんだけど、でもまだ言うて後半の入りです、ね。そう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 、超やばいよ、言ったけどっていう意見はあると。まあ人に感じ方は人それぞれですね。でも俺ね、どうだろう。19とかやばいと思うよ。なんか予想だけど。予想なんですね。全く分かんない中の予想だけど。雲だけのステージとかもね。やばいね。だって一回落ちたらもうやばいんだもんね。登ったらそのまま登りきんないと。結局地面がないって一番怖い。2人だったらなおさらだよね。そのターンで2人とも行かないといけないから。これじゃん、やっぱ。あの、滑る雲雲みたいな。超やばいよ、これ言っとくけど。超やべえって、これ、ほんと。これで一発いけないとやばいよ、マジで。よいしょ、うまい。一回しかチャンスはないってことだね、要はね。あ、うまいよ。もう、落ちたんかい。うまい。まあ、いったか。危なかった。うまい、うまい。あの足場を作ってもらう手もあるんだけど、2段目2階って作ってくんないんだよね。雲しかなかった。そうそうそう、あその雲に足場があったじゃん、はい、あの2階の時は作ってくんないのよ、うんうんうん。だからあのやばいまま上に行かなきゃいけないっていう、ね。ここ鬼門じゃないの。じゃあもうこっからはもう楽勝ですか。いや、それは分かんないちょっと記憶にあんまないからさ。3ステージ目だからまだちょっとこういうのも倒せた方がいいよね、多分ね。ちょっとお気に入ってるんだけど、でもつららもどんどん出てきちゃうし、ちょやばくないこれ、面的にいろいろこんな難かったっけと思ってるよ、マジで。最近ね、アーケードのアイスクライマーやってんだけど、こんな難くないよ。アーケードの方がちょっと簡単なんですか。そんなことってありえないじゃん、ゲーセンのやつも。ああ、でもそんなような気がするほどむずい、むずさを感じてるよ。こんな難かったっけ、マジな話。こんなやべえかってぐらいにむずいわ。これ塞いだらどうなる。あ、これちょっと何やねん、落ちるんだ。あ、そうそう、落ちてくね。ちょっと怖いね、一回こっち行って。ちょっと、つららが待ち構えてるしさ。ちょっと、怖えって。あ、なんとか言ったか。こんなむずいっけ、マジで。うまさでカバーしてるけどさ。そういうもんなんですよ。みんなうまさでカバーするんですよ。むずいわ、マジで。ちょっと、あ、これ30秒行きかけたね、今ね、本当はね。本当はね。本当もクソもないですよ。これが本当ですからね。これが本当ですからね。まだ10名以上あんの？やばくない？結構アップアップじゃないですか、水田さん。大丈夫ですか？いや、こんなやばいと思わなかったね、はっきり言ってね。はっきり言っちゃうけどさ。なるほ
これは見ないですよ。やばい、どうだ、怖っ。だって一回見せたらツーンと落ちてくるね。だってね、ツーンと落ちてくるね。いける、おうまい、うまいけど落ちたら、あー、ぶんね、落ちたらやられてるわけだもんね、あれ。そういうもんですよ。そういうゲームじゃんね。いや、一回しかチャンスがないじゃん、はっきり言って。ジャンプする。こんなドキドキするゲームだっけと思って。初めてやったから。まあまあ言ってるね。まあまあいいじゃん。まだ5年か。うまい。早い。やばくないこの面も結構。怖い。まあまあ落ちたけど、まあいいんじゃないの。じゃないやいや、まあ落ちたよって話よね。ええ落ちたけど、まあでも。それがね、だから、ノーミスって言ったでしょ、そもそも。ノーミスじゃないんですか。だからあれがミスかどうかっていうところでしょ、焦点は。ミスじゃないですか。ミスじゃないでしょ、今の。えどういうことですか、どういうことですか。どういうことってのはないけど。ミスさんのミスって何ですか。まあ、前期やられてゲームオーバーみたいな表示が出て、ミスじゃない。あ、ゲームオーバーになるまでってことですか、じゃないの、普通に考えて。ノーミスとかじゃないっけ。いや、ノーミスでだから、それは。一回も。え一回もなんて話してないじゃん、だって。一回もゲームオーバーにならずにクリアするって話ですか。そう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 。あ、僕らは一回も、やられない。あ、そっち、そっち系、だって今の、俺、焦らなかったじゃん、落ちたけど。あ、落ちた、落ちた。堂々としてましたね。そういうことで。すいません。勘違いしてました。あ、堂々としてたらいいんすね。違うっつうの。そういうわけじゃないっつうの。え、そういうことじゃないの、マジで。あ、そうだったんですか。うん、そうそうそう。うまくルールをね。ルールが何だったのか。結構難しそうなのをサクサク言ってますね。結構やばそうですよ、今。でしょ、うん。また、技術はあるし、別に。すっと落ちることもあるよね、やっぱそれはね。すっと落ちるときは落ちるよね。一回も落ちずにじゃなくて、一回もゲームオーバーにならずにクリアすると。ということを俺は想定してたけど、ね。ああ、なるほど、なるほど。じゃあすいません。行き違いがあります。あ、まあまあね。じゃあ、分かったよね、じゃあね。はい、じゃあいいよね、それでね。はい。残機も増えるんですね、もうね。ああ、1アップとかあるよね。じゃあもう、あたしなく、有利じゃないですか、人さんに。そんなことないと思って。だって、むずさ伝わったでしょ、マジで。伝わったけど。難しさ分かりましたけど、そこの中で、ノーミスでいくと、ほんと1回もやられずにってミスせず。ああ、そういうことだったらそうでもいいよ、別に。いやいや、気が合って。あ、じゃあ、こっからそうしますか。そうそうそう。じゃあ、最初返します。いやいやいや、それはいいんじゃない。だって、きつい面多かったもんだって、すごく。もうこれで言って、まあ、じゃあノーミスってことね。一回も落ちないってことね。じゃあ今後それでいいんですか、ここから。いいんすか。いいっていうか、まあ聞いてればそれはそうなる。ああ、聞いてなかったから一回落ちてくれたってことですね。僕らは今ゲームオーバーまでになりかけてましたよ。うん、どういうこと？ゲームオーバーまでにクリアするってなってましたけど。ああ、でもなんかそれじゃ良くないみたいな。まあまあ良くはないですから。やべ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 ないよ。全体的にむずいんだって。だから今から、今からっていうか、ちょっとそのね、相違があったってことでしょ、お互いの。で、今これからはもうあれ、それでいいんですか、認識どっちにします、じゃあ、それでいいんじゃないよ。どっちですか。だから、その1回でも落ちないってことでしょ。ああ、そっちでいきます。うん、まあまあいいんじゃない。そしたら、もうすぐ緊張するから、もっと緊張しちゃうからね、こんなムズいっけってまず緊張したじゃん。今僕らはゲームオーバーでもいいっていうふうにはなってるんですよ。ああ。それでも藤田さんは。でもあんますごくないって言うからさ、それだと。まあまあ、ちょっとね、凄さは半減しちゃうかなっていう。半減しちゃう？まあまあ、かもしんないですね、見てる人は。半減はしますね、もう。はい、落ちてた。まあまあまあ。まあ、行くことは関係ないよね。行くことは関係ない。やられたことになってないから。ボーナス入りませんでした。どっちですか？どっち？今ですよ、決めるのは。今なら。じゃあ、脳みそ、落ちない、一回落ちないでいく？ああ、じゃあそっちでもう行きましょうじゃん。そしたら満足なんでしょ？まあ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 。そこでしょ。だってちょっと親っていう顔したもんね、だってさっき。そうですね、一応。あれっていう。なんであれって言ったの？ちゃんと顔を見つめ合いましたけど。あれなんで堂々としてるんだろうと。いや、まあまあ、それは落ちるわなと思ったんだけどね。そうじゃなかったってことでしょ。そうじゃない。僕らの認識が違った。そうですね。じゃあそれを合わせたってこといいよね。そうですね、ようやくすり合わせてね。危な、ちょっと危ないって今のも。緊張感高まったね、やっぱね、これね。怖え、ちょっとやばくないこの面も。何この感じ。塞がれちゃうっつうのに。間に合う。あ、行った。でもこれも危ないよ。うまい。なんと早っ。やべ
ちょっとやばいってこれ。もう早い。そんなところからつららが出てるんか、今分かったね。流れたね、完全に。これ何これ。たわしみたいな。なんだろう。じゃがいも。ああ、今欲しかったね。今度の対戦によっては30が出た。あと何面だっけ。ちょっときついね、これ。きつ。これから一回も落ちない。敵にも当たらない。落ちないだけじゃない。敵にも当たらない。あ、そういうこと？はい。つららにも当たらない。そういうことね。うん、あ、今初めて聞いた。残機が減らない。でいいですか？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、今、今念押しが入ったよ、今なんか。今確認中でしたからね。まあまあ、今のはいいね、じゃあ。そういうことね。いや、じゃあ、コンドルに当たらないも、ダメっていうのは、これが分かりました。今知ってました。それまで知らなかったんですね。落ちないだけだと思ってましたもんね。そうそうそう。あ、ルール確認のために一回当たってくれたってことですよね、藤田さんね。そうならダメだよねってことですね。もうちょっと、なんかさ、やばくないこの感じ。なんかすごい、うまいプレイは出てるんだけど、なんか、それがちょっとね、ぼやけちゃってるっていうか。とにかく当たってもいけない、落ちてもいけない。はい、はい。やられたらいけない。うん、そうですね。一気でも。そう。ね、で、いいですか、はい、最終確認です、これね。この速さでこれ弾き合わせるのがいいね、こんなにね。これはもう分かってるからね。うまいうまいうまいうまくない。 いやちょっと30意識しちゃったね。ここもやべえよ、言っとくけど、むずいわこれ。やばくない、マジな話で。これはあのそれでね、作らせた方がいいね。鳥のね、すげえもう早いもん、超。やばいってこれ。やばい。うまい。やばい。やばいってこれ、ちょっと。これちょっと足場作ってもしかないでしょ、さすがにね、これはね。上にツララかコンドルが来なければ。これはね、思いにも動けないしね、はっきり言って。おいけない。やばいやばい。やばいって、やばいってちょっとこれ。きついわ、はっきり言って。あ、氷だけ行くんだ。行くのよ。で、塞ぐのよ、あれちゃんと。これで落ちるはなくなった。ちょっとこっから来ちゃいけなかったのか。まあ、そんな感じですかね、じゃあね。やられましたしね、ちゃんとね、一回ね。いや、ここで急にボンミスきませんでした今。今油断しましたよね、最後したっていうか、こんな早くなってたかってビビったってことよ。一面でも起こり得る。そうね、クリスタ、まあ、でも鳥の速さ分かったでしょ。でもいや、まあちょっとこれもう一回練習したいね、ちょっとね。今回はまあミスでいいですけど、いや、こんなむずいとは思わなかったって、マジでっていう感じですかね、じゃあね。まあむずいことは分かりましたね、事前練習をして、はい、一発で決めたいと思います。で、まあ、ノーミスっていうのもやられちゃいけないってことだね、認識してやってみたいと。今までどういう風にやってたの、逆に見ると。次記憶リセットされるから。